皆さん、こんにちは、マーティン。ではのミラクルボーイ、キングタクでーす。はい。というわけで、改めて、キングタクのビーリング愛、2021年男子新人戦は8月26日から再来週ですね。木曜、金曜、27、ドリームスタジアム大田ですね、はい。まあ、出場資格拡大でも開催しますね、はい。まあ、48名以上、まあ、3位に拡大してますね、はい。新人戦タイトルホルダーは出場不可でございます。まあ、予選前半、後半、開会式を行って後半、準決勝、決勝、テレビで映ります。優勝決定戦も映って。まあ、優勝予想は、佐藤隆、よし、ケイさん。だと思います、予想。漢字読めません。佐藤さんだと思います。まあ、候補もまあ、山田、奈良人さんも候補には入ってはいたんですけどもね、迷いましたね。だから佐藤さんにしたんです。はい。まあ、優勝予想難しいけど、というわけで、その前に、あ、藤村隆さんが山梨で聖火リレーを行ったそうです。東京オリンピック、実は。大役を務めたそうでございます。プロボアの聖火リレー、初めて聞きましたね、今。驚きました。というわけで以上です。バイバイ。